はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。今日はイベントでゲットしたドリームコイン G1、 こちら回していきたいと思います。かなりね、超当たり出やすいはずなんですけども、あっと当たり、あと一歩、まさかの隙間、しかもロボニャン USA、 がっくりですね。皆さんはイベントでゲットした G1 コイン何が出ましたでしょうか？コメント欄で教えてください。そして僕はもうすでに黒い妖怪ウォッチのパーツはすべて集めて時計作りました。なので、まあ一応ね、今回のイベントはまあまあ成功したと言っていいと思います。ただね、まだやり残したことがあるので今日はやっていきたいと思います。イベントミッションがね、まだ結構残ってるんだよね。まずは黒い妖怪ウォッチの試練5、黒い地下水道のステージ4-3で消した妖怪プニ数60以下でクリア。こちらね、報酬が豪華、小必殺の秘伝書です。こちらやっていきたいと思います。このね、黒い妖怪ウォッチの試練、むちゃくちゃむずいよね。なのでちょっと非常に苦しいんですけども、今回こんなメンバーでいきます。消したプニ数60以下っていうとね、かなり条件厳しいです。なのでデカプニ作っていきます。そして使っているメンバーもね、かなり SS ランク3体入れてどうかっていう感じ。デビビランで攻撃力アップしときの出していく、これでどうだろう、いけるかな。さあ、あと1体、黒いコマさん、覚醒殺生丸で出せればいけるか。あー、やばい、もう67しかない。どうだ、あー、ギリギリか。あ、いった。さあ、これでどうだろう、60以下いったかな。さあ、星の方もゲットしました。問題は試練の方だよね。お、いったね。消費札の秘伝書ゲットです。これは嬉しい。もうほんとギリギリだったからね、かなり運もあると思うよこれ。さあ、次はこの星集めいきましょう。薄ら影族のみでということなんで、こんなメンバーでいきます。そして黒い妖怪ウォッチ早速使っています。これでこの薄ら影と不気味のね、攻撃力そして HP が 15% アップということなんで、まあ、今回薄ら影の種族効果 30% も使って、結構ね、HP が3950、そして攻撃が4075なんで結構アップしています。ただね、これ結構強いんだよね、黒い妖怪ウォッチ。油断できませんが、どうだろう、フィーバータイム入りました。ちょっとこの種族縛りがあるとね、かなり難しいんですけども、反撃があるんだよな。黒いコマさんがね、使えないんだよね、種族縛りで。なので一気にこう難易度上がるよね。さあ、いけるかな。ワンフィーバーで半分ぐらいいければ。あー、だけどこっちの体力がだいぶ削られてますね。もう一回フィーバータイムに入って持ちこたえれればいけるんですけど、ちょっと辛そうだな。さすがに黒いジバニャンがいないとこのミッションはちょっと辛いよね。もしくはあの黒い妖怪ウォッチ。ああ、やられた。マジか、これは無理ゲーですね。これはちょっと辛いです。さあ、それではミッション超スコアチャレンジの2、超黒い桜住宅街の隠しステージ1でスコア35万以上を達成するとギガヘルツ玉がもらえます。これはね、まだ電人の技レベルがね、まだマックスまでいっていない人にとっては結構美味しいミッションだよね。35万点以上なので、まあちょっと頑張ればね、いけるんじゃないかと思います。今回僕はこんな薄ら影ゲッパのメンバーでね、挑戦してみました。種族効果 30% と、そして黒い妖怪ウォッチ、こちらでステータス 15% 上げての挑戦です。ゴージャス対死で攻撃力アップしときの S ランクの薄ら影メンバーで
攻撃してきます。さあ溜まりました。フィーバータイムに打ちます。フィーバータイムにね打った方が絶対いいです。スコアはね一気に伸びます。さあここはちょっと敵が3体ステージなんでね、スコアが伸びやすいよね。ワイマネー稼ぎなんかにもいいかもしれないよね。そして徹夜も落ちてくれれば嬉しいんだけど、さあスコアの方は行きましたね。50万点近く行きました。やっぱこう見ると黒い妖怪ウォッチの力は結構あるのかもしれないよね。さあミッション報酬もらっていきます。よしギガヘルツ玉ゲットです。さあ次はちょっと難しいです。ゴークの黒い妖怪ウォッチの星のミッションいきます。プニのサイズを20以上、そして徹夜を使ってクリア。徹夜がね E ランクなんで、これ実質戦力外なんで、もう残り4体でミッション達成するようなもんだよね。まあこのねサボりは微妙に助かるっていや助かるんだけどね。まあうまく徹夜を使ってミッション攻略していきたいと思います。そしてデカプニといえば KK ブラザーズいきます。そしてちょっとね体力的に心配なんで回復ホイラン入れました。これでいけるんじゃないかと思います。さあ皆さんはね今回の黒い妖怪ウォッチゲットしましたでしょうか。まあ黒い妖怪ウォッチ自体はね薄ら影と不気味のステータスアップなんで、まあ使い道としてはねちょっと微妙なとこがある。まあだけどなんかお知らせでデラックス黒い妖怪ウォッチプレゼントキャンペーンってのがあって、これなんかもらえるらしいですね。もう僕はね早速応募しました。もらう気満々ですけども、デラックス黒い妖怪ウォッチが抽選で10名様に当たるデラックス黒い妖怪ウォッチプレゼントキャンペーン開催中ということなんでね、まあ送る分には無料だし、簡単にねこのアプリから住所とか入力すればすぐに応募できたので送っておきました。ちょっとねこの10名がどれぐらいかわかんないんだけどね、どれぐらいの人が応募するのかな。結構プニプニはやってるプレイヤー多いからね、いまだにスコアアタックとか見ても結構何十万人ってやってるからね。なのでちょっとかなり厳しいというか、当たった人はラッキーだと思うけど、まあでも欲しいよね。これ今新発売というか新しい妖怪ウォッチだよね。一つのセーブデータにつき1回までか。当選の発表は商品の発送をもって変えさせていただきますということで、まあさすがにねこれに関してはちゃんと送ると思うよ。まあ YouTube のねプレゼント企画はちょっといろいろ今いろいろあって当てになんないけどね、あれどうなんだろうね、 YouTube のプレゼント企画本当にもらえるのかもらえないのかよくわかんないけど、まあいろいろちょっと炎上騒動ありましたけども、またこのちょっとね黒い妖怪ウォッチはもし当たったらねこの動画の中でもらったよみたいな動画1本出したいと思います。ちょっと外れたら悲しいね。さあやっていきましょう。徹夜でサボり、もうあとはクリアのみですね。デカプニは OK です。さあフィーバータイム入りました。ちょっとこのメンバーだとねアタッカーがいないんでちょっと長期戦にはなってしまうんだけど、まあそこは楽しんでやっていくって感じですかね。結構ねこの5区のミッションって難しいよね。今回のイベントミッションは結構報酬がいいですよね。一冊の秘伝書、ただ黒い地下水道のミッションはかなり難易度が高いよね。星のコンプリートとかちょっと無理っぽいかなっていうのもありましたけども、あとはたらい回しのこう技レベルを上げるとかもちょっと難しいかなっていう気はしますね。さあ三つ星クリア。たらい回しはね一応
なんとかね1体はゲットすることができました。ちょっとそのゲットしたところはちょっと動画に残せてないんですけども、ただねなかなか出ないね、かなり周回して1回しか出てないので、技レベルを2とか3に上げるのはちょっとなかなか難しいかなっていう気はします。まあワイマネー稼ぎもやりながら周回するという感じでいきたいと思います。まあまだイベント期間31日までなので、まだまだあるからね。さあ70秒以内、今回こんなメンバーでワイマネーも稼ぎつつ星もゲットしてという感じでいきたいと思ってやっています。なのでスコアアップの妖怪は結構入れるといいよね。一応スコアアップ、攻撃力アップ、アタッカーというメンバーで、勇ましっぱですね。勇ましの種族効果が 37%、 これならねさすがに70秒はいけたと思います。さあ手元の時計で1分10秒ギリギリいったかなっていう感じですね。いきましたね。 Y マネーも 479Y マネーゲットしました。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。